はい、どうも、チミオです。ブラックです。では、今回はセブンイングルマープ2020やっていこうと思うんですが、今回はですね、厄介シリーズということで、今回はこちら、ハードプレス7000ということで、前回はですね、2列目であったりとか、ラインブレーカーとかね、やってきたんですけれども、あと、ボックスボックスもやりましたね。そちらの動画ね、一応再生リストも作ったんで、再生リストね、下の説明なんか見れるんで、まだ見てないよとかあったらね、まとめて見れるんで、見てみてください。レート上げていく中でね、相手にいて厄介だったハードプレス。はい。今回7000なんですが、ハードプレスっていうと DMF とか、それこそセンターバックとかに、ね、そうだね、ポジションが違ったりとかもするんですけど、結構強力な選手、いや多いんですよ。数はね、数自体はそんなに多くないんですけど、そうそうそう、ただ強力な選手は多いんでね、そこら辺で皆さんが思う厄介なハードプレスとかもね、はい、ぜひコメント欄で、教えてもらえたらなというふうに思うんですけど、ハードプレスは CMF、DMF、CMF もいるか、CMF もいる、いるよね。だから結構幅広くて、そっか、CMF、DMF、センターバックか、それぞれにね、結構嫌なところもあるんで、そうそうそう、結構レート高いとね、ハードプレス使ってるっていう人も結構ちらほら見ますけど、そうだね、まずはね、その分にこれは自分のチームでもお世話になってるからね。いや、今のガチスカでも使ってるんですけど、ハードプレスでありながら、やっぱり圧倒的にこのディフェンスです、ボールアグレッシブネスで、体も強い、でも足も速い、結構ね、相手に言って通常使ってる方もちらほらいるんですけど、やっぱりうざいっすね。なあ、ゾブニーは、本当通常でもかなり強いんで、強い、1対1も強いし、ボールの反応もいいし、であとやっぱ AI の動きとかも賢いですから、足にも当たるしっていうので、相手に寄せる力がやっぱり強くて、今作そのちょっと重いんで、ウィニングイレブン2020アプリが。だからそのハードプレスでなるべく寄せていくっていうのが、そうそう、結構そのもうそれ自体が強いみたいなところあるんで、こんだけ守備能力が高いと、さすがに活躍するのはもう間違いないのかなみたいな感じでね、結構中盤に取られちゃったり、この選手にすると、もうそこからね、行かれてしまうっていうのは結構怖いところですね。スキルもね、ワンパとスルーパス持ってるんで、取られてからのスルーパスが怖いね。すごい。だ、決定力はね、66なんで、ゾブに決められるっていうのはないんですけど、ただワンパスルーパス持ちのハードプレスで高能力っていうのは、かなり相手に嫌だかなと思います。で、2人目はやっぱカンテでしょという、ハードプレス代表格ですね。多分みんなね、使ってると思うんですけど、ただね、カンテね、ちょっと、嫌だっていう人もいるのよ。実はその体がちっちゃいから、サイズがね、そう、サイズがないからってことで使ってないっていう人も結構見るんですけど、ただね、カンテの小突き、カンテはね、正直ウィニングイレブンの2020やっていく中でアプリなんですけど、一番なんか寄せが早いですね。カンテが相手にいると、なんかこうボールを持ってポゼッションとかしてると、やっぱ一番早く来るんで、それちょっとさ、こうキープしようかなと思ったら、ちっちゃいんだけど、やっぱりその1対1とか球際強いんで、スッとこう入ってきて取られて、でね、意外と速いじゃん、足が。いや、足速い。だからね、そのままわーって行かれて、こうなんつうの、ドリブルでこう推進して、こう行く力もあるんで、ダブルタッチもあるからね。決定力も今作75あるんですよ。で、それでワンパス、スルーパス持って、チェイシングインターセプトなんで、本当抜け目がない、空中戦ぐらいだと思うんですけど、今作だと、守備してる時に、カンテで取るっていうか、カンテで寄せる、勝手に来る、そう、この意識をしとくだけで、多分相手にとってはすごい嫌なんで、その取り切るっていうよりか、寄せてパスコース切るみたいな感じの使い方されると、すごいうざい選手ですね。これは俺はね、ゾブニーより嫌だかな、正直。はい、で、ビエラでしょ。やっぱり DMF でも CMA でも嫌だけど、ボールダッシュ能力っていうところだけに関して言えば、多分ビエラが一番だと思う。ヤンキーなんですよね。そう、たまになんかなんか動いてないところで試合終わった後、なんか急に走り込んで相手に突撃して、お前まだやる気なんかみたいな、なんやっていうね、ヤンキーみたいな本当に選手なんですけど、これはもう上もあるじゃん、サイズも190あるから、空中戦も強いし、で戻る力だよね、その DMF でこう上がる力もすごい。だからこうそこで使ってさ、上がってきて、でカンテとかやっぱりゾブニンって決定力がないんですけど、85あるんで、決めきる力もあって、でまた戻っていく、その自分のまた戻って守備もできる、しかもでかいし、ね、そう、でかいサイズもあるっていうので、ビエラもね厄介ですね、本当に。相手にいるとね、やっぱいるといないじゃ大違い、違うね、ウィニングレベルだともうほぼ毎シリーズ強い、もう間違いなくビエラ最強なんで、これは本当強いっすよ。本当に怖いね、DMF、CMF どこでもいけるって、本当ワンパとかさ、スキルつけてる人いるんだけど、羨ましいよね。それはもうワンパついたりとか、スルーパスついたら本当強いと思います。
でセンターバックでいうと、まあ、クリバリ、まあ、この選手も代表格の CB っていうかね、うん、結構やっぱクリバリをあのガチスカにこうセンターバック一角で入れてるんですけど、うん、まあ、やっぱ今作フィジカルゲーなんでね、やっぱクリバリになかなか勝てるフィジカルいないし、いないんで、うん、まあ、やっぱここ置いとくってだけでね、安定力があるね。そう、まあ、違うし、あとオーバーラップだ、オーバーラップっていうか、ハードプレスなんで、はい、まあ、そのビルドアップみたいな感じの上がり方しないっていうところで、まあ、使ってる人いたりとか、うん、なんだかんだね、背負った時に一番取られちゃうのがこのクリバリ、圧があるね、うん、っていう感じでね、結構相手に言うとやっぱ厄介ですね。やっぱでかいじゃん、195っていう、うん、でそれでやっぱフィジカルと99カウントしてて、でこれだけフィジカル強いのにスピード93あるっていうのが、やっぱりだからこう裏に抜け出されてもクリバリが走ってって、あの後ろからこついてバランス崩してキーパーが出てくるみたいなシーンって多分一番思い浮かぶシーンだと思うんですけど、それが一番できるんで、うん、だからあのやっぱり、ね、ルカクとかそういうね、あの体格があるサイズあるフォワードを使ったとしてもやっぱクリバリに、ね、抑え込まれること多いんで、まあ、それの対象ね、俺ももらったことあるんだけど、そうやっぱりクリバリにぶち当てられてボンってこかせられること多いんで、まあ、厄介ですね。でも本当センターバックだとめちゃめちゃ嫌だですね。でこのグスタボ・ゴメスもですね、うん、ちょっと久しぶりじゃん。そうでね、使ってる人でも結構いるんですよ、ちらほらやっぱり。でまあこれはね、あの、まあ、あのオンラインとかでもそうなんですけど、やっぱりツイッターの大会とかでもやっぱ使ってる方ちょこちょこいますし、やっぱりグスタボ・ゴメスもすごい優秀で、まあ、クリバリほどサイズはないんですよね、185cmなんですけど、うん、まあ、ただやっぱりなんだろうね、あの使用感的にもやっぱ軽いんで、うん、結構ねクリバリの場合で取った後にもたついたりとかするんですけど、このグスタボ・ゴメスってやっぱちょっと速いんでパパッとこう動けて、ちょっとこう早く動けるってところがいいところなのかな。まあ基本的にはね、体の面とか考えるとクリバリよりはね、さすがに弱いんだけど、うん、まあ別にクリバリに持ってないところもあるんで、まあ、まあ似たような、まあ理由としてはクリバリと似たような感じで嫌なんですけどね。まあ似たような感じなんだけど、うん、ただまあこの選手の方が結構なんかなんつうんだろう、スピーディーに動くっていうか、まあクリバリは言うて195でスピード93なんだけど、ちょっと小回りが効く、そうちょっと速いのよ、より、うん、だからなんかそのこれスピードが82、瞬発81なんだけど、だからこれ以上の速さを感じるんだよ、だから地味に使ってる人が多いんだよね。そう、俺もあの今こそまあキャンベルとかやっぱりその B 固定になったんですけど、その前は結構使ってたんですね、うん、だからまあちょこちょこ見れてた感じですね。で、まあ、この選手でしょということで、CS ガチャの、まあ、ルーベン・ディアス。まあ、スピード瞬発ともにあって、フィジカルもあって、まあ、何が一番ルーベン・ディアスで、まあ、これあくまでもあれなんですけど、あの、フライパスパーッとした時に、やっぱめちゃめちゃ反応がいい気するんですよ、フライパスに。うん、で、なんかそれをアクロバティッククリアというか、なんか触られて、フライパスが通らないってことが、これあくまでも、まあ、レート上げていく中で相手に対峙して思うんだけど、やっぱそれが一番速いボールに対して。ルーベン・ディアスは裏取られないよね。そう、だからそれがやっぱあるんで、クリバリって言うてもちょっとゴタゴタゴタってしたりとかするんですけど、サイズ的にも187で速くて、で体も強くて、でボールコントロール系高いから、ね、いいのよ、めちゃめちゃ。だから事故んないんですよね、このなんかルーベン・ディアスでこうバチャってなった時に、ガチャガチャガチャってなった時に、なんかクリバリとかだとムバってスッと入って、なんか奪ってシュートみたいなのあるんですけど、このルーベンの場合って結構それをグッて粘ってなかなか取れなくて事故んないってことがあるんで、まあ、この選手は一番多分俺がやってきた中だとセンターバックで厄介かなっていう、うん、強いっすね、嫌ですね、あのクリバリ以上に嫌です、やっぱり、まあ、普通に総合力が高いんでね、だからまあ今作とかだと事故も多いんで、ちょっと前目のね、そのボールコントロール系の数値も大切だからね、大切で、ラストはまあプジョルということで、いやー来ました、カンテラ、まあ、このプジョルはやっぱハードプレスでやりながらあのワンタッチパス持ってるっていう感じなんで、うん、まあ、自分を使ってて思うし、まあ、相手にいてもちろんそうなんですけど、例えばあのゴール前でガチャガチャ事故って、あのプジョルの方になんかこうちょっときつめのパスが出た時にこう寄せて、本来なら寄せてそのボールが取れるかなと思いきや、そこをワンパでパコーン縦に出されて、あのこういなされるっていうのもあるし、あとやっぱり取り切ってくれるんですね、一番プジョルは対人が強いよね、ボールをねしっかりガツッと取ってその後事故んないっていうのがあるんで、まあ、ベースをバルサにするとフィジカルコンタクトアグレッションです、完走するんですけど、まあ、これでももうすでに強いんですけど、まあ本当に対人だったら本当プジョルが一番なんじゃないかってぐらい、対人はナンバーワンかな、あのやっぱりね背がちょっと高くない分、うん、その寄せが早いんですよね、寄せ早い、ね、うん、ちょっとねカーソルがやっぱ背高い選手って重いなって思うんだけど、うん、プジョルってちょうどよくてカーソル当ててからでもその思いっきりぶつけていけるんで、はい、まあ結構ね俺サイドのセンターバックとか、まあ、それこそ
あの普通に右でね、はいはいはい、あのサイドバックとして使うこともあるんだけど、全然強いっすね。強いね、これは本当に強い。まあ、相手にいてもやっぱりこの選手がいると取られちゃうっていうのは結構多い。うん、そう、まあそっちのサイドからちょっと攻めるの控えようかなっていうぐらい、まあ結構嫌なセンターバック、ね。背負えなくなっちゃうんだよね、結構ね。まあ対、まあぶつかりが一番強いからね、やっぱり。といった感じでね、ハードプレスって、まあ、意外とね見ていくとね、そこまでいなかったりするんですよ。そうだね。そのなんかもう絞っていく。ボックス2ボックスよりは明らかに数が少ない、ね。いなかったんですけど、まあ今ねこの出した7名っていうのはかなり有名だと思うんですけど、まあそれ以外にもですね、多分あの、うん、いると思うんですよ。自分はこういうハードプレスを先日使ってますみたいな。ああ、なるほどなるほど。そういうのはですね、ぜひぜひあのコメント欄に書いていただいて、まあ、みんなでね、うん、共有していければいいかなと思うので、はい、よろしくお願いいたします。またですね、こう厄介シリーズ、まあまだねプレイスタイル別にまああるんで、うん、またねそう厄介シリーズ見たいよという方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、よっしゃー、さらっぽー。